ヨーロッパ・ロシアとアジア・ロシアを分割して示した、図ヨーロッパ・アジアのうち、ヨーロッパの国の領土が及ぶ、エリア地形学的にアジアであるが、文化的、歴史的には、ヨーロッパとみなされるエリアヨーロッパ・ロシアは、ロシアの領土のうちヨーロッパに分類される、西側部分を指す名称である。ヨーロッパ・ロシアは総面積約396万平方キロメートルで、2015年現在の欧州、 連合加盟国の総面積よりやや小さいが、インドの全面積より大きく、ヨーロッパ全体の約40%を占める。東の境界は、ウラル三脈により規定され、南側はカザフスタンとの国境により規定される。連邦管区としては、中央連邦管区、南部連邦管区、北西連邦管区、ゾイボルガ連邦管区が該当する。これらのヨーロッパ・ロシア地域には、 モスクワやサンクトペテルブルクといったロシア西部の大都市が含まれる。ロシア連邦の全人口の約77%がヨーロッパロシアに居住しており、人口密度は約27人平方キロメートルである。ロシアの全面積の約75%の領土はアジア側に属するものの、アジアロシア地域には人口の約22%しか住んでおらず、 人口密度も2.5人、平方キロメートルと約10倍の開きがある。19世紀では、ヨーロッパロシアという用語は、ロシア帝国において伝統的にロシアの影響下にあった、現代のベラルーシとウクライナの大部分を含む東、スラブ地域を指す際に使用された言葉でもあった。第一次世界大戦勃発前のヨーロッパロシア帝国の民族分布。 ありがとうございます。